皆さんこんにちは。怪しげな陰謀論や他愛もない都市伝説の可能性について議論することは意外と楽しいものです。 NBA にも突拍子もないものからちょっと信じてしまいそうになるものまで、様々な都市伝説や陰謀論が存在します。今回はそんな NBA にまつわる陰謀論や都市伝説の中から興味深いものを4つほど集めてみました。1個目、優勝したければバックスに負けろ。ミルウォーキーバックスに負けて連勝記録をストップされたチームは、そのシーズンに必ず優勝するというジンクスがあります。1971-72 年シーズン、レイカーズはロサンゼルスに移転してから8度目の NBA ファイナルに進出、ついに念願の初優勝を果たしました。このシーズンのレイカーズは33連勝しており、この驚異の連勝記録は現在まで破られていません。そしてこの破竹の勢いを見せたレイカーズの連勝をストップさせたのがミルウォーキーバックスでした。1973-74 年シーズンの NBA ファイナルでは、ビル・ラッセルの引退とともに優勝から遠ざかっていたボストン・セルティックスが見事チャンピオンに輝きました。セルティックスはこのシーズン12連勝を記録し、ミルウォーキーバックスに負けて連勝記録がストップしていました。1982-83 年シーズンは ABA 出身のジュリアス・アービングやモーゼス・マローンといった名選手がいたフィラデルフィア・セブンティシクサーズが16年ぶりに優勝しました。このシクサーズの優勝は70年代から活躍するベテラン選手たちの最後の輝きとなり、翌シーズンからは本格的に80年代のレイカーズとセルティックスによる2強時代へと突入することになります。そんなシクサーズもシーズン中に15連勝しており、やはりバックスによってストップされています。時代は進み、2006-2007 年シーズンファイナルではサンアントニオ・スパーズが圧倒的な力でクリーブランド・キャバリアーズをスイープ。カンファレンスファイナルで大活躍したレブロン・ジェームスもスパーズの強固なディフェンスの前にはなすすべがありませんでした。チーム史上4度目のチャンピオンに輝いたスパーズはシーズン中に13連勝しており、それを止めたのはやはりバックスでした。2010-2011 年シーズン、チーム史上2度目となるファイナル進出を果たしたダラス・マーヴェリックス。5年前の初進出と同じ相手であるマイアミヒートを相手に逆転勝利し、念願の初優勝を手にしました。そしてバックスは案の定マーヴェリックスの12連勝記録をストップしていました。このようにバックスは過去に12連勝以上したチームの連勝記録を5回ストップしており、その5チームは皆優勝しているのです。そもそも12連勝できるほど強いチームなので、優勝するのはそこまで不思議ではありませんが、どういうわけか連勝記録をストップさせるのが決まってミルウォーキーバックスであるというのは何とも奇妙な偶然です。2個目、仕組まれた売却。シアトルスーパーソニックスはゲイリー・ペイトンとショーン・ケンプのデュオソニックブームがいたことでよく知られています。スーパーソニックスは財政難に苦しんでいたこともあり、2008-2009 年シーズンからオクラホマに移転し、チーム名もオクラホマシティサンダーに変わっています。このことを未だに根に持っているシアトルのファンは多く、ゲイリー・ペイトンはシアトルに NBA チームを再び結成する活動を続けています。ところがオクラホマにチームが移転したのは実は初めから仕組まれていたことだったという陰謀論が存在します。すべては当時ソニックスのオーナー、スターバックスの CEO でもあるハワード・シュルツが機関投資家のクレイ・ベネットにチームを売却したことから始まっていました。まずはそもそもシュルツがベネットにチームを売却した背景から説明します。2001年にシュルツがスーパーソニックスを所有してからの5年間でチームは大きな経済的損失を被っていました。シュルツの手腕による問題もありましたが、当時は NBA 選手の報酬がどんどん値上がりしている時期でした。ところがスーパーソニックスの本拠地であるキーアリーナは当時の NBA で最も規模が小さい会場であり、観客数を満席まで入れても赤字続きという状態だったのです。シュルツは当初シアトル市の税金援助によりアリーナをシアトル市内の別の広い土地に移転し、観客収容数を増やすことでこの問題を解決しようと考えていました。ところがシアトル市はマリナーズやシーホークスのアリーナを建て替えたばかりであり、ソニックスのアリーナ建設に税金を使うことができない状況にありました。ついに首が回らなくなったシュルツはやむなく2006年にクレイ・ベネットにソニックスと WNBA のシアトルストームを売却します。その時にシュルツ側からベネットに提示された売却の条件は、シアトル地域のチームに適したアリーナを確保するために誠実な努力を実行することでした。しかしベネットはそこからたった2年でオクラホマにチームを移転してしまいます。しかもシアトルはベネットの所有権グループ内で行われた電子メールの会話を公開し、グループの一部のメンバーが2006年の購入前にチームをオクラホマシティに移動する計画を立てていたことが発覚しました。ベネットたちは初めから移転ありきでチームを買収した可能性が高いのです。その後シュルツやシアトル氏がベネットを訴えようとしますが、シュルツが売却の際にサインした契約書にはなんとベネットのグループを訴えることを禁じるという用意周到的な項目があり、 2008-2009 年シーズンが始まる前にシュルツは控訴を取り下げました。シアトルスーパーソニックスの消滅とオクラホマ移転は初めから仕組まれていたというこの陰謀論は信憑性が極めて高く、ほぼ事実とみて間違いないと言われています。チームの財政を悪化させた上に初めからチームを移転するつもりだったベネットにまんまとチームを売却してしまったハワード・シュルツはシアトルでもトップクラスの嫌われ者となってしまいました。2019年には大統領選出馬を表明しましたが、シアトル中から総スカンを食らっています。3個目、バスケの神様。バスケの神様ことマイケル・ジョーダンにも都市伝説がいくつか存在します。ブルズが最初の3連覇を達成した後、マイケル・ジョーダンは突然引退を表明し、その後野球に転向しました。なぜバスケ選手として全盛期にあったジョーダンが30歳でプロ野球を目指したのでしょうか。多くのファンはマイケルが父親が殺害された悲しみを紛らわせるため、子供の頃のもう一つの夢を追求したのだと解釈しました。そんな中、ジョーダンはギャンブルの借金があり、実は NBA に契約を切られたから野球に転向したという都市伝説が存在します。とてつもなく負けず嫌いだったことで知られるジョーダンは確かにギャンブルにはまっていました。彼は日常的にゴルフにお金をかけ、多くの場合1ホールごとに100万ドルもベットしたというのは有名な話です。しかしジョーダンのドキュメンタリー番組「ラストダンス」において本人が1993年にギャンブルによる問題はなかったとこの説を否定しています。また NBA 選手のギャンブル癖といえばチャールズ・バークレーなど他にも知られています。ギャンブルを理由に当時の NBA 人気を牽引したジョーダンだけをリーグ側が切るとは考えにくく、野球転向との関連性も特に見当たらないため、この噂の信憑性は低いでしょう。もう一つジョーダンに関する噂をご紹介します。1997年フルゲームと呼ばれたユタジャズとの NBA ファイナル第5戦、ジョーダンはインフルエンザで体調が万全でなかったにもかかわらず38得点を記録しました。しかしこの時のジョーダンは実はインフルではなく食中毒だったという説があります。2013年、長年ジョーダンのトレーナーを務めたティム・グローバーが ESPN のバスケットボール専門ブログ「トゥルーフープ」に対し、試合前日の夜に彼の部屋まで配達されたピザが原因だと確信していると語っています。4個目、凍らせた封筒。ニューヨーク・ニックスの伝説的英雄パトリック・ユーイングは1985年のドラフトでニックスに全体1位で指名されました。彼は NBA 人気を高めた功労者の一人であり、引退後は殿堂入りも果たしています。ところが1985年のドラフトでニックスがユーイングを指名できたのは NBA デビッド・スタン、そしてニックスの親会社によって不正に仕組まれたものであるという陰謀論があります。1985年のドラフトは初めてロッタリーシステムが導入された年でもあります。前年度までは両カンファレンスの最下位チームがコイントスによって1位指名権を決めるというシステムが取られていましたが、試合にわざと負けるタンキングが横行しました。それを防ぐために導入されたのがロッタリーシステムであり、システム導入の指揮を執ったのが前年 NBA コミッショナーに就任したばかりのデビッド・スターンでした。第1指名権をめぐってプレーオフに出場できなかったクリッパーズ、パンサーズ、キングス、ホークス、ウォリアーズ、スーパーソニックス、そしてニックスの7チームに権利がありました。確率を平等にするため、各チームのロゴをそれぞれ封筒に収め、透明なプラスチックボールに入れてシャッフルし、コミッショナーのスターンが最初に取り出した封筒に入っているロゴのチームが1位指名権を取るという独特のシステムが取られました。そしてユーイングはニックスへ入団。当時のニックスの GM デイブ・デパッシャーは喜びのあまり机に拳を叩きつけました。しかし陰謀論者の主張によれば、ロッタリーシステムが導入された真の目的はタンキング防止ではなく、指名権を不正に操作するためだったとのことです。スターンがコミッショナーに就任する前の NBA は選手の薬物問題や労使紛争で混乱しており、人気に陰りが見え始めた時期でした。またアメリカで最大のマーケットを持つニューヨークのチームニックスも低迷期にありました。 NBA を再び盛り上げるためにはニックスに強くなってもらうのがスターにとっても近道です。一方でニックスの親会社ガルフ&ウエスタンもニックスで収益を上げるため、何としてもユーイングを獲得したいと考えていました。しかし従来通りのコイントスではタンキングで最下位になっても 50% の確率でユーイングを逃してしまいます。そして確実に1位指名権をニックスの手に渡らせたいという思惑が一致したデイビッド・スターンとガルフ&ウエスタンが共謀し、ロッタリーシステムを導入した上で不正操作をしたというのが陰謀論者の主張です。これらの陰謀論は意外にも全く根拠がないとも言い切れない怪しい状況証拠がいくつか存在します。怪しい点の1つ目はロッタリーの会場です。マンハッタンにある高級ホテルウォルドーフ・アストリアで行われました。本来ならばアリーナやテレビ局のスタジオで行う方が楽なのに、なぜわざわざホテルで行われたのでしょうか。陰謀論が本当ならば、これはアリーナやテレビ局などの外部スタッフに不正がバレるのを恐れたからかもしれません。怪しい点の2つ目はロッタリーの運営会社です。 NBA はこの年のロッタリーの運営業務をなぜかアーンスト&ウィニーという会計事務所に委託しました。当時アーンスト&ウィニーはなんとニックスの親会社であるガルフ&ウエスタンの会計業務を担当している、いわばニックスの身内でした。ニックスの親会社の息がかかった会社を不正の共犯者にしたというのでしょうか。ガルフ&ウエスタンはアーンスト&ウィニー会計事務所に、もし計画が失敗に終われば契約を打ち切ると告げていたとの噂があります。そして3つ目は1985年のロッタリーシステムそのものです。現在のロッタリーシステムでは、まずプレーオフに進出できなかった各チームに勝率に応じて番号が割り振られます。そして14個のピンポン玉に数字を書いて透明な容器に入れます。透明な容器の下から送られる空気で上に吸い上げられた4つのピンポン玉がランダムに外に出され、そこに書かれた番号を持っていたチームが指名権を獲得するというシステムが採用されています。このシステムは1985年当時から宝くじなどで使われていたメジャーな方法であり、あえて封筒によるシステムを採用したのは不正を確実に行いやすくするためであるというのがこの陰謀論の根拠となっています。不正があったと仮定して、どのように不正をしたかについてはいくつかの説がありますが、最も有名なのはニックスの封筒だけを事前に凍らせたというもの。触った時の冷たさによってデビッド・スターンがどれを取ればよいのか分かるようにしていたという説です。ロッタリーに不正操作はあったのかなかったのか、果たして真相はどうなのでしょうか。いずれにしてもユーイングを獲得したニックスは90年代に再び強豪チームへと返り咲いたことだけは確かです。いかがでしたか。たまには都市伝説や陰謀論について語るのも NBA の小さな楽しみ方の一つとしては良いかもしれませんね。皆さんが知っている NBA の都市伝説や陰謀論もぜひコメントで教えてください。いつも高評価、コメントありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。